ブルゴワンジャイユーは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、イゼール圏のコミューン。リヨン中心部から約42キロメートル、グルノーブルから約70キロメートル離れている。5世紀から8世紀に、ブルグント族とフランク族の支配を受けた後、ブルゴワンは、ブルグント王国に従属した。12世紀からの封建時代には、ブルゴワンは、ラ・トゥール・デュ・パン・領主に支配された。 ブルゴアンと向かい合うモーベックは、ドーファンの対抗勢力となる、サボワー家が対等する時代に、重要な断爵量であった。1298年にビエノアのドーファン、ユベール一世によって検証が授けられると、ブルゴアンの都市成長が強まった。町は、ビエノア地方において大官が派遣される、中心地となり、ドーフィネに7つあった、大官区のうち最も裕福となった。 二世紀の間、下ドーフィネにある、この大管区は繁栄した。高温多湿な地域で栽培されるアマが導入されると、ブルゴワンとジャイユーで、最初の繊維産業が生まれた。ブールブル川から引かれた、ムキュリエ運河が、両主の所有であるデルフィナル水車を動かした。1450年、深刻な打撃が、町の経済に与えられた。当時のドファンである、ルイ二世が、 大寒区をブルゴワンからビエンヌへ移管したのである。16世紀、社会不安と略奪を伴うユグノー戦争は、この地域において破壊的であった。1628年と1643年に、発生したペスト流行は人口を激減させた。1637年、1653年、1673年には、大規模な洪水に見舞われた。 16世紀、ポーランドの選挙王であったアンリは救世した兄の王位を継承すべく帰国し、ブルゴワンに滞在した。当時のブルゴワンはサボワ公国との国境の町であった。彼はシャンパールという場所で母カトリヌ・ドメディッシスを迎えている。1584年に出された特許状により、5月1日と9月29日に大きな死を開くことが許可された。 これらが繁栄の復活の原因となり、道路輸送と地元の商業が発展した。1620年のブルボワンは、グルノーブルリオン間を走る馬を宿場として所有していた。ムテュリエ運河は改修され拡張し、多くの製粉工場や朝霞工場にエネルギーを生み出した。ウルスラ改修道所による最初の女子校が開設された。世紀初頭のブルは、 古い紙壁の外に市街を拡張していった。1740年代、グルノーブルにつながる振動の建設に伴い、リオン、シャンベリー、イタリアへの十字路として状況が強化された。この高速道路の建設は、都市化の前触れだった。噴水のある、公共広場が作られ、油性ランプによる街灯が設置された。1787年、ルイペル号による、 最初の織物工場の設置は産業革命の始まりとなった。フランス革命の結果、ブルゴワンの一部であった在友教区が分離し、コミューンとなった。19世紀のブルゴワンでは中世以来の痕跡が消されていった。街を取り巻く壁が消滅し、新たな建物が市街に建てられた。1858年には、リヨンとグルノーブルと往来する。 鉄道路線が敷かれた。同時に、ムテュリエ運河沿いで産業が発展していった。1965年のコミューン選挙戦において、ブルゴワンとジャイユーの再合併が争点となった。1967年1月1日、2つの、コミューンは176年ぶりに再合併した。ソースイコールイフェスやイ,イエヌエスイーありがとうございます。